皆さん、こんにちは。ゾブです。今回ですね、ギルド大会の模擬戦を使って遊んでいこうかなと思います。いやね、天雷の勇者アンルシアが本当に強いですね。まあ、ギルド大会とか AI 系の闘技場での誘導がね、本当に優秀だなと。で、不屈の闘士がね、3回発動するんですけど、今回は、その他にもラーミアの不屈の闘士だとか、スライムツムリの不屈の闘士といったところをね、利用した誘導っていうのをね、することができたので、まあ、今回はね、それを動画にしていこうかなと思います。で、一応ね、初見プレイの再現っていう感じにはなりますね。で、今回、イダシンさんという方にご協力いただくんですが、まあ、今回、うちのギルドの防衛成績で一番ね、防衛の成績が良かった方になりますね。で、今回ですね、装備の方が、まあ、一応こんな感じになってまして、スライムツムリは、あえてね、装備なしで、ミストバーンのミュートデストリンガーで、あえてワンパンされるように HP 調整しております。で、ラーミアに関しましては、HP 盛りで、ロトの勇者よりも HP 高くなるようにしております。これはですね、バーンの、カイザーフェニックスでラーミアをワンパン対象とするためですね。ロトがね、一番 HP 高いままやと、誘導ができないので、ラーミアに誘導するために HP 盛りという感じにしております。まあ、ということで、まあ、初見の再現という感じになるんですが、まあ、作戦はね、こんな感じでやっていこうかなと思います。戦闘開始。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。今回の相手配置が、まあ、こんな感じで、バーンとハドラーの2体が、スカラを習得しているような感じですね。で、ミストバーンはスカラも何も習得されていないと、まあ、メダパに習得ですかね。で、僕の作戦なんですけど、バーンに関しては、ワクラの息で混乱に入れていく。で、ハドラーに関しましては、1ターン目誘導していって、2ターン目ね、ロト入社のエターナルソードでワンパンしていくような作戦になっております。まあ、ハドラーがね、HP 盛りで、バディ属性物理、耐性盛りとかね、されていると、ロト入社のエターナルでワンパンされないことがたまにあるんですけど、今回はそういったね、リスクっていうのも回避するために、剣種の精準を使って 10% バフを入れることによって、まあ、確実にワンパンできるように、作戦を組んでおります。まあ、ということで、初期配置こんな感じなんですけど、まあ、一旦目ね、ラーミア待機のロトは、アストロンをラーミアにかけに行くような作戦ですね。4番手、お相手のハドラーなんですけども、射程がですね、このようになっていまして、移動力プラス1されますので、射程に入ってくるのが、ラーミアとアンルシアという感じになっていますね。まあ、ですが、アンルシアに関しましては、アンルシアを攻撃する際の移動先が、シールド小僧で塞がれているので、今回の攻撃対象は、アストロンがかかったラーミアのみという感じになっております。で、ハドラーはですね、スカラを使うんではなくて、アストロン状態のラーミアに対して、一番消費 MP の少ない攻撃をするので、射程4では地獄の鎖と、まあ、ベギラゴンの2つですね。で、この2つであれば、地獄の鎖を使うので、ラーミアに対して3歩前で地獄の鎖を使っていきます。で、アストロン状態でもですね、移動に関しては影響を受けるので、ラーミアはね、2歩前に引っ張られるんですよね。そうすることによってですね、お相手のバーンのカラミティウォールの射程にも入ってくるので、バーンにもスカラを使わせずに誘導することができます。まあ、ということで、まあ、作戦はこんな感じでやっていこうかなと思います。戦闘開始。まあ、ちょっとね、わかりづらい解説かなと思うんですが、一応ね、動きの方見てもらえたら、結構ね、いい感じに誘導できているのかなと思いますね。まあ、この場でアストロンをかけに行くと、で、アンルシアは、ハドラーワンパンに備えて、バフのね、床を作っておきます。で、ハドラーが、地獄の鎖ですね。消費 MP 少ないので、ラーミアを引っ張っていくと、アストロン状態でも引っ張られるんですね。で、そのアストロンのラーミアにしか攻撃が届かないので、他のキャラクターをね、このように、ラーミアに攻撃を集めていくと、で、アストロンなんで状態上も回避していけるような感じになっております。で、ここね、かなり悩んでたんですけど、焼けつく息で、キサルナイトですね、麻痺に入れようかなと思ってたんですが、2ターン目のね、バーンの誘導がどうしても素早さ的に難しいので、今回はバーンの射程外へ逃げるように、こっちに移動しております。で、ここで待機ですね。で、スライムツムリは、ビュートデストリンガーでワンパンしてもらうために、今回は、まあ、後ろで下がって待機しておくと、で、ここで待機しておきます。で、このように誘導することによって、シールド小僧がね、
ハドラーを身代わりしてしまうと、かなりね、エターナルでワンパンできないんで厄介なんですけど、このようにね、前に2歩ずつ誘導することによって、一番多くのキャラを守りに、カバーをしに行くので、ハドラーをね、守られないように誘導しております。で、こうすることによって、エターナルでハドラーがね、ワンパンできますね。まあ、今回は結果的に床バフがなかっても、2088なんでね、ワンパンできてるんですけど、まあ、ロトの凸が低い方とかは、まあ、こういったね、床を使うことによって、まあ、よりね、確実にワンパンに入れるっていうのは、いい作戦なのかなと思いますね。まあ、アンルシアの本当に床マスってのがかなり AI 戦でも強いのかなと感じております。で、エターナルソードでワンパンしていく。で、僕のアンルシアなんですが、本当はですね、こっからディバインスパークで、4体まとめていきたいんですが、まあ、こっからですね、こっから4体巻き込んでいきたいんですが、ここにしていくと、ミストバーンがね、スライムツムリンに対して攻撃が届かないので、あえてこの道を開けて、まあ、こっからですね、シールド小僧だけ落としておきます。で、これでシールド小僧を落とす。で、僕のラーミアに関しましては、カイザーフェニックスでね、ワンパンしてもらえるように、前にね、近づいていきます。で、焼けつく息で、フィサルナイトを麻痺に入れておきましょう。で、こうすることによって、ミストバーンは、本当はね、状態異常を優先するんですけども、ワンパン対象がいるので、ビュートデストリンガーでスライムつむりを落としに来ると、まあ、このために装備を外しているような感じですね。で、バーンもロトワンパンできるんですけど、ラーミアの方が HP 高いので、ラーミアをね、ワンパンしようとカイザーフェニックスを打ってきます。で、フェアリードラゴンはワクランの息でバーンをメダパニに入れていくと。で、今回ね、ミストバーンが、あれですね、魔法カウンター発動してしまったので、ウォータードロップで、バリアを剥がせなくなってしまいましたね。ということで、ちょっとこっからは初見と違う動きになるんですけど、まあ、一応僕の作戦としては、スライムつむりをこっちに移動して待機させておく。いやー、ミストバーンの魔法カウンターが非常に厄介ですね。で、ロトの勇者が、エターナルソードで、フィサルナイトをワンパンしておきましょう。本当はね、不死鳥天雷と、ロイヤルソードでね、ミストバーンワンパンしてたん、倒してたんですけど、ちょっと今回は、魔法カウンターがついてしまったので、まだ一回向こうがついたままなんですよね。ということで、今回はピサロナイトを落としておく。で、アンルシアが、ロイヤルソードを打つと、ちょっとね、ミストバーンの、ビュートデストリンガーでワンパンしてもらえなくなってしまうんで回復してしまってね。今回は、あえて、マスを作って待機しておきます。まあ、こうすることによって、アンルシアの SP86 で、ビュートデストリンガーのワンパン対象になっているんですけども、スライムつむりもね、HP1 でワンパン対象になっているので、次ね、スライムつむりを攻撃されてしまうと失点してしまうので、ビュートデストリンガーを、アンルシアに対して誘導する必要がありますね。うん。なんで、ここは回復しないように、あえて、盾を作っておこうかなと思います。まあ、これで回復しないので、ビュートデストリンガーでワンパンしてこようかなと、来るのかなと思いますね。で、ラーミアは、どうしましょうかね。バーンに対して、サクションを打っておきましょう。で、ミストバーンが、ビュートデストリンガーはアンルシアに対してワンパンしようとしてくる。まあでもこれ不屈で耐えますね。で、フェアリードラゴンはファイアーブレスで、ミストバーンのバリアをね、剥がしておきましょう。で、スライムつむりは特にもすることがないので待機しておく。で、ロトの勇者が不死鳥天雷で、ミストバーン攻撃。
で、アンルシアもロイヤルソードでミストバーンを落としておく。オッケーですね。これでなんとかなるのかなと思います。で、低サクションで攻撃して、あとはね、落とせるかどうかってところですね。3ターンのですね。今のところ3ターンですね。これギリギリいけますかね。ファイアーブレスのウォータードロップで、ロトの頭で不死鳥天雷堂として、あとはロイヤルソードでバーンを落とせれば、4ターンのですかね。で、不死鳥天雷堂落とす。で、バーンが復活して、ロイヤルソードで、オッケーですね。ワンパンできますね。いや、本当にね、不屈がかなり優秀なんじゃないかなと思いますね。ということで、ワンパンして、対戦ありがとうございました。はい、ということで、まあ、ちょっと今回160点ではないんですが、不屈をね、割とうまいことを使えた誘導がね、できたんじゃないかなというところで動画にさせていただきました。参考になったよって方はね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。